連日暑い日が続いていますね。さて、夏の風物詩といえば花火ですよね。今年はコロナ禍ではありますが、3年ぶりに花火大会が開催するところが多くあるようです。さて、この花火大会の花火をきれいに見るためには、天気の条件、とても大切なんです。こちら。まずは、晴れていることは大前提ではあるんですが、程よい風があると花火がきれいに見られるんです。 どういうことか見ていきましょう。こちらは風がない状態の花火の様子です。煙が流れていかず、視界が少し悪くなっているのがわかります。この煙が流れていかないために、次の花火も少し見えにくくなってしまうんです。一方で、程よい風がある場合ですと、煙がしっかりと流れるため、花火がきれいに見ることができていますよね。そして、この気象条件の他には、場所も大切です。 煙が流れる風下側で立ってみると、視界が煙によって悪くなりやすいです。また、屋台や街灯の近くなど明るい場所ですと、この花火も少し見えにくくなってしまいます。というわけで、この風上側で、また少し周りも暗い場所を選んでいただくと、より花火大会の花火をきれいに見ることができるんです。というわけで、皆さんこちら。 晴れていて程よい風がある日、なおかつ風上側で光が少ない場所を選んでいただくと、より一層花火大会を楽しめるかと思います。今年はまだまだコロナによる感染者数が増えている状況です。しっかりと感染対策をした上で、ぜひ花火大会を楽しんでみてはいかがでしょうか。